ケーキくん、うんうん、ケーキ先輩、うん、キリュウ兄さん、おはよう兄さん。なんで水葉が俺のベッドに。な理由つけてさっさと帰ろうぜ。はち切れそうな大胸筋、山みたいな僧帽筋、鎧みたいな大腿四頭筋。こいつ筋肉フェチかよ。言葉も通じない多人種の子供を万年予算不足のこの町の孤児院に預けてもろくなことにならないと思うけど。リタ、水だ水。あら、熱かった。ミコトちゃんも素敵だが、二人とも決まってるじゃないか。だが見てくれ、うちのアスピもなかなかだろう。やめてください、ヘルメス様、本気で殴りますよ。照れてるアスピも可愛いぜ。諸君、あ、反重力シューズ食らえ、アヌッテメッタダイバーの、なんてブギャー。ああ、いや違うんだ、今のはアルティメットダイブボムって言おうと。クソ、我ながら言いづらい技名を。やっと起き上がったか、このデカブツ。うおー、生きてたのか、センキュー。バカ同然の格好で抱きつくんじゃねえ。そう、決めました、私入会します。はえよ、おい、どんだけ筋肉好きなんだよ。冗談じゃねえぞ、こんな筋肉モンスターの集会場なんて絶対に入会なんか。あ、君が見学の子かい。アイズさん、いつの間に来たんだよ君は。音もなく現れて地味なことかなえないな。うっさいボケ、文句ならフレイヤの色化け女神に言えや。うちとアイズさんの登場シーン全部持っていきよってからに。人のせいにするんじゃない。だいたいなんだい、ドレスじゃ胸がないのが目立つからって今日は男役かい。今日の主役はうちのアイズさんや。そんなこともわからぬか、くるくるどちらが。よし、ウノータ、じゃあやりましょうか。やるって何を。新入生歓迎マジック。いや、さっき見たんで無理しないで。あとはあれを、あの帽子動いてますけど。どこだっけ。あ、あった あ, あとはこれとこれを。どうしたの。いえ、どうしよう、とても言いづらい。はじめまして、シルバーマンジムのトレーナーのマチオです。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。響は爽やかイケメンがドストライクだった。先ほどはありがとうございました。いえ、ヒーローとして当然です。やっぱり運命。シスターで可愛いアイリス様が暴力なんていけないと思います。いいですね、ロマンチック。そうか、分かった。目を閉じて口を開けて仰向けになる。なんで。抵抗感をなくすためだ。大丈夫だ、出したてなら無菌だから。何やってんだお前ら。もっと外した。待ってください、それだけは。死ぬよりいいだろう。まだまだ元気です、多分。まだ早く。大丈夫ですか。ほらよ、バッグ。ありがとうございます、取り返してくださったんですね。アヌティメッタ大ボモモさん。名前じゃねえよ。総流員さんは経験者だったね。何キロでセットを組む。それじゃあ40キロでお願いします。マジで私の2倍。
すごいよ総竜院さん、10回3セット達成だ。なぜ喘ぎ声を出す。あとでどうなっても知りませんよ。なに、覚悟はしてるさ。そんなわけないだろう。俺には絶対音感が。ずれてんのはあんたの心のチューニングだよ。やかましい。そしたらなぜだ。今なら曲が書ける気がする。あんた面白い女だなって言われたり。また面白い女かよ。それではまず私のとっておきの相棒をご紹介しましょう。絶対さっきの鳥だ。ご覧ください、中に何もありませんね。はい、空っぽっす。しかしこの布をかぶせると私の相棒が気づいたぞ。どうする。どうしたの。お腹が痛いので休みます。だって無理やりごまかした。鷺の宮は感情が死滅してるからロボ、菊池はキモオタだからオタ。はぁ、キモくねえし。まあいいですね、あなたたちだけキャラがあって。次前触れもなくでかい声出したらブツ。わっちも欲しいねん。なんかない、そういうキャラっちゅうか個性っちゅうか。早速謎の一人称と関西弁で個性演出してきた。何日か筋肉を休めて疲労が取れてから再度挑戦すればいいからね。そう、再度挑戦すれば、再度、再度、再度チェット。なんだよこの爽やかイケメンフェイスからの合成写真みたいなゴリマッチョボディは。レイル？ん？あんたなんかやらかしたんだって？隠し子？18になったばっかだぞ。いくつの時の子だよ。あ、家族がラ族。家族がラ族ってどこ住み？どこ行ってアメリカだっけ？あの、家族が、ご家族がラ族さん。うちのあだ名は一体どうすりゃいいだよ。目的見失ってないか、家族がラ族。家族がラ族言うの。おもりなしでもあれほどきつかったのに、これ以上無理だっての。スクワットはお尻や太ももの引き締め効果が抜群なのよ。一緒に頑張りましょう。下半身が引き締まる。痩せる。モテる。やるぞ。1、2、さすがだわ響き。いや青春だな。あとよく行く図書館で同じ本を取り合うとか。お前一生図書館行かないじゃん。ちゃんとお食べ。ご飯よりおかずか。大丈夫ですか。鳩が中でぐしゃぐしゃ。なんか飛行疲れたみたいになってる。今度は何。下から何かが。生まれた。これが鳩出産マジックです。嘘ついたこの人。ああ、肉体作業はもう全部てめえに任せるのが合理的だ。あとまだ続く。イケメンが公園で鳩に餌をあげているときに。お前道に落ちた雑菌だらけのパンクスを食べるなんて。どうせまた面白い女だろう。それは引くって言われて。引くのかよ。一部の無駄もない鍛え上げられた筋肉、その美しさはまるでダイヤモンド。完璧すぎて痛いさ。筋肉に惚れたのかよ。